から伸びるって言われてる職種もあります。今もう実際伸びてるアマゾンとかウーバーイーツ、伸びてる会社の共通するものは毎度スメイさんです。今回はですね、アフターコロナ、もう元には戻らない、もう元の世界には戻らない、今必要なのはたった一つの〇〇ってことで話していこうと思います。緊急事態宣言が終わったら元の世界に戻るって思ってる人いませんか？この〇〇って何だと思います？この動画を最後まで見ることによって、元には戻らないっていう理由と、今後世界がどういうふうに進んでいくのか、この〇〇っていうのが何かっていうのが分かるようになります。あなたの今後の行動に大きく影響を及ぼすかもしれません。この動画を見てためになったなって思ったら、グッドボタンとかコメント、チャンネル登録とかしてくれたら、めちゃめちゃ私のモチベにもつながるし、もっとねためになる動画発信していこうと思えるんで、ぜひよろしくお願いします。今回のコロナで緊急事態宣言さえ終わったら元の生活に元通りする、そう思ってる方、少し考え方を改めた方がいいです。理由としては、そもそもワクチンは早くても臨床実験が終わって来年の2021年なんですよね。それに今回のこういったパンデミックって今もこう経験したことある人っていないんですよね。ってことはどういう風に進んでいくのか、もう結論誰にも正直わかんないんですよ。これがこのまま収束していくのか、それともどこかでまた増えるのか、それとも何年も続くものなのか。そんな中、対策を打っていこうと思ったら過去から学んでいく、ここしかなくなってくるわけなんですよね。では過去から学ぶもので一番近いと言われているのが、1918年から1920年までの2年間世界中で5億人の人が感染したスペイン風邪なんですね。そのスペイン風邪では大きく分けて3回の波が来たんです。しかもだんだん被害が大きくなっていきました。今現段階で最初に広がったのがみんなが知ってる中国の武漢、そこから世界的に広がってアメリカや日本、世界的に広がった今が2回目の波に相当するんですね。でアメリカとかこう徐々にねロックダウンが解除されてとかって言って減少傾向に進んでる。日本はちょっとね延長されちゃったけど、このままいくとね、もしかその翌月ぐらいにはちょっと落ち着いてくるだろうとっていう風に想定されます。でここからが大事なんですけど、スペイン風邪で起きた第3回目の波、今回のコロナでは来ないんでしょうか？ベストセラー作家の石井隆さんや本田健さん、動画とかでも発信してるんですけど、第3回目来る可能性が高いと踏んでいます。で私自身の意見を言うと正直分かりません。ただその可能性がある時点で今の段階から対策を打つ、これは必須だなって思ってます。今回の波でたくさんの会社が潰れて、たくさんの人がリストラにあって、人によっては今休業中で、もう一度こんなことが1年以内にもし来たら社会はどうなると思いますか？もう考えただけでもゾッとします。ここまで聞くと根拠もないくせに危機感だけ煽んなとか聞こえてきそうですが、さっきも言った通りそういった可能性がある時点で今の段階で対策を打つ必要があるっていうことなんです。これは会社員に限ったわけではなく、派遣の人もいきなり会社が休みになったりだとか、自分で払ってるね大学生、それが学費が払えなくて大学に行きたくても行けない、これもニュースで話題になりましたよね。そんなことがまた起きる可能性があるのに不安のまま何もしないっていうのも怖くないですか？僕は怖いです。だからこそ今必要になってくるのがたった一つの〇〇、それは適応力です。今の時代に適応するってことです。これは厳しい言い方かもしれないんですけど、資本主義のこの日本で避けては通れないのがお金を稼ぐこと。ウイルスのせいにしたってどうしようもないし、国がサポートするのももう限界があるんです。なのでその適応していくために、今不安な毎日を過ごしている方は学ぶことが必要になってきます。じゃあ何を学ぶのか、それは自宅でも稼いでいく手段を知ることです。店舗型の会社の経営者ならネット販売や宅配、出張サービス、会社員なら自宅で自分でできる副業、今そういった知識がないのであれば先延ばしにせずに、もうなんとかなるだろうとか思わずに、今からでもこの瞬間からでも始めることが何よりも大切になってきます。一旦ね緊急事態宣言が解除されて今まで通りの元の生活に戻る思ってるなら、もう絶対そんなことありえないんです。
今回を機に在宅ワークをそのまま続ける会社も出てくるし、宅飲みっていう認知が広がったから、この景気が下がってる今まで通り店舗にお客さんが来ると思ってるなら、もう正直考え方がもう甘いです。それは解除されても多くの方は一旦様子を見るからなんですね。物事は常に最悪の先までを想定しておくことが何よりも大切で、もしまたウイルスが広がって自粛になったら、このタイミングで万が一南海トラフ地震が来たら、今後それでも収入を確保していこうと思ったら、できる限りの可能性を考えて実際に行動して、自分だったり自分の家族を守るために時代に適応した生き方をしていく、ここが今後大切なポイントになってきます。先が見えない、どうしたらいいかわからない、ネガティブになっても何一つ現実は変わっていきません。だからこそ今からでも、今この瞬間からでも何もわからないなら、さっき言ったような学びに時間を使ってください。自分の知識をどんどんアップデートしていってください。しっかりとこれから伸びるって言われてる職種もあります。今もう実際伸びてる Amazon とか UberEats、 伸びてる会社の共通するものはもう全てネットを活用したビジネスです。今後ネットを学ぶのはもう必須だと思ってください。ただ例外として公務員とか電気水道ガスって言ったら、まあインフラ系のビジネス、こういったものもあるんですけど、それももうこれからもっともっとネットで完結するような形になっていきます。作業する人とは別としてね、今まで毛嫌いしてた方、もうパソコンがどうしても嫌だっていう人、わかります。もう僕もめっちゃ嫌いです。もともと現場出身だし、もうパソコンに向き合ってるのとかもうほんと苦手です。ただ今からでも向き合ってください。ちょっとずつでも適用していってください。じゃないともうどこも雇ってくれなくなっていくし、もう自分で起業するなんかもうほぼ不可能に近い状態になっていきます。っていう今回の内容を撮影したんですけど、なんでこれ撮ろうかって思ったかっていうと、今のこの自粛さえ終わったら元に戻るって思ってる人やっぱりいるんですよね。実際相談も受けてけど、完璧に元に戻るってことはもうほぼないかなって正直思ってます。徐々に戻ってくるっていうのはあるんですけど、ただなんとかなると思ってるならば、本当になんともならないタイミングが来ます。だからこそ今からできること、今だからできることっていうのをね、しっかりと学んでいって、自分自身が辛い経験を踏まなくていいように対策を打ってもらえたらなと思います。で、私自身もこうやって話してますけど、この自粛になってからずっと学ぶことに時間を使ってます。そしてこのゴールデンウィークも1日も休んでませんっていうぐらい、こうなった時はこうしよう、こうなったらこうしよう、今はこれをしよう、これを学ぼうって形で、そういったことに時間を使ってます。それは大切な人たちを守るため、自分の生活も含めてやったことは全部自分にちゃんと跳ね返ってきます。だからここまで見てくれた人なら、特に危機感をかなり感じてる人だと思います。苦手なこと、嫌なこと避けずにやっていきましょうって感じでね、まあ今回はこれで終わろうかなと思います。最後まで見てもらってありがとうございました。最後にもしこれ見てなんかためになったなって思ったら、ぜひチャンネル登録してくれたら嬉しいですって感じで、今日はこれで終わります。どうも。